ケーブルカー vs フライングステージナンバーアイの魔法的な舞台そのユニークなパフォーマンスは世界中のマスメディアで大々的に取り上げられるだろう夜が降りてくると興奮が高まりステージが観客の期待で満ちているいつもならばケーブルカーからの登場が普通だが今回は違ったフライングステージに乗り込んで登場したのはなんとナンバーアイのメンバーたちだった その姿はまるでおとぎ話から飛び出してきたようで、会場中が彼らの名前を大声で叫ぶ歓声で包まれた、ケーブルカー VS フライングステージ、ナンバー、愛のメンバー3人全員が、まるでおとぎ話から飛び出してきたかのような雰囲気で登場した。そんな特別な瞬間に立ち会った時、私の心はその場でキュンとなった。彼らの姿は非常にユニークで、通常歌手がケーブルカーに乗って登場するのは普通すぎるが、 昨日のショーは想像を絶するものだった。ナンバー、愛の再登場は日本だけでなく、世界中で大きな反響を呼んだ。そのユニークなパフォーマンスは、世界中のマスメディアで大々的に取り上げられるだろう。これまで何度も彼らのパフォーマンスを見てきたが、今回の出演はまるで別世界のようだった。彼らの姿はキラキラと輝いており、これまでに感じたことのないような興奮と感動が胸を満たした。 彼らは一体何を夢見ているのだろうか彼らの登場は通常の歌手の出演とは一線を画していた。普通のケーブルターとは異なり、3人が壮大な舞台装置に乗って登場した光景は、これまでに日本でしか見たことがない。彼らの再登場は日本だけでなく、世界中で大きな反響を呼んだ。このユニークなパフォーマンスについては、世界中のマスコミが大々的に報道するだろう。 今夜は数百万のファンにとって眠れない夜になるだろう。誰もがグループのニュース、ビデオ、写真をレビューすることだろう。その雰囲気はとても素晴らしく、忘れられないものになるだろう。そして、今日のステージは本当に広く、最高のシーンにするためには美しい座席が必要だった。自宅からでも最高の品質のビデオを楽しむことができるように、主催者がその要望に応えてくれて感謝している。 その雰囲気や壮大さは画面を通しても伝わってきた。興奮冷めやらぬまま、その神聖な感動を再び味わうかのように、私はその映像を見つめていた。この興奮を味わった後、彼らのパフォーマンスが私に考えさせることがあった。そもそも、なぜ我々はこのようなエンターテイメントに魅了されるのだろうかパフォーマンスアーティストは、どのようにして私たちの心に響くことができるのだろうかその理由は、 単に彼らの才能や技術だけなのだろうかそれとも何か他のものがあるのだろうかまた、エンターテインメントの裏側にはどのような努力や挑戦があるのだろうかこれらの問いに対する答えを見つけるために、私は彼らのパフォーマンスについて、さらに深く探求してみたいと思う。果たして、私たちが何を求め、何を感じるのかそしてなぜそのような体験が私たちの心に深く刻まれるのか 彼らの舞台裏に隠された物語は、私たちに多くのことを教えてくれるかもしれない。もし、あなたがあの興奮に満ちた瞬間を味わったなら、一体何を感じたのだろうかそして、その背後に隠された意味は何だろうかそれに対するあなた自身の答えは、何か新しい発見をもたらすかもしれない。